三人姉妹は、エストニアハルケ県のタリンにある三県の一連の建築物の総称である。三姉妹とも表記される。旧市街を南北に伸びるピック通りの71番地に立地しており、通りの北端付近にあたる。名称は、建物のファサードが女性的な佇まいを提していることに由来する。三人姉妹を含むタリン旧市街は、タリン歴史地区としてユネスコによって、 世界遺産に登録されている。この建築物群は最も古い記録によると1362年に建造された。当時は商人の家として用いられていた。1856年から1857年にかけてファサードをゴシックリバイバル様式に作り替えたり、天井を低くしたりするなど大規模な再建工事が行われた。1940年。 建物が国有化される。その後、ソビエト観光局が建物を使用している。1990年代には、オリジナルの建築デザインが復元された。1997年には、歴史的建造物として登録されている。登録番号は3054である。2002年より、改修工事が行われ、2003年に、5つ星ホテル、3シスターズホテルとして開業された。 ホテルには計23の部屋がある。長い年月にわたって隠れていた天井フレスコ画が,が発見され復元された。建物の上部には荷物を吊り上げて屋根裏の倉庫に入れるために用いられる木製のクレーンが設備されている。ホテルは国際的な会員組織であるルレー社等に加盟している。三人兄弟建物の南側にある通りいたナブ。 という通りと交差している雷通りには厳格な雰囲気を持つことから三人兄弟と呼ばれる建築物群がある。北へおよそ50メートルほど行ったところには、フとっちょマルガレータと呼ばれる宝塔やスールランナ門がある。南へおよそ80メートルほど行ったところには、聖オレフ教会がある。ありがとうございます。